さあ、そしたら、去年やったあのジューンブライドのイベントがね、今日までなんだよね、6月30日最終日だからね。なんで、ちょっともう一回、最後にパニーの島に行こうかなと思ってますが、よいしょ。まあ、去年も今年もね、動画にはしないんですけど、コツコツやっていたので、まあ、その辺もちょっとね、お見せできればなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずちょっと行ってみようか。最終日、なんかあったっけかな？よいしょ。はーい。ありがとうね。おっ、パーニー。パーニーもヨガしてるのかい？俺もできるようになったよ、ヨガ。うん。もうここ、何回も来てるから、ちょっと慣れた手つきで、すごい飛ばしちゃったけど、今、パーニーのセリフを。こうやってやると、まあ入れると。おっせー。もう俺、久しぶりじゃないからな、全然。毎日会ってるから。うん、はいよ、少し相談があるの。はい、あ、来た来た。せっかくこんな素敵なスタジオがあるのに使ってるのが私だけ、私たちだけというのもなんだかもったいないと思って。うん、おー来た。これ去年も確かあったな、このヒロエフのそのパーティーしたいからみんな呼んできてっていうやつがあったんだけど、うん、いや、ぜひぜひやろうやろう、もちろん楽しさやろうぜ。はい、嬉しそうに目を見つめ合って、うん、了解よ。あ、ほんと？うん、あー、なるほどね。まあいつもの同じような感じで、そう、パニーの島って10人呼べるんだけど、このジューンブライドイベントは呼べなかったんだよね。でもこれで呼べるようになるみたいな感じかな。ホワイトやピンクを基調とした可愛らしいセット、了解です。はいよ、うん、プラスボタンを押して OK。 よし、じゃあちょっと作りますかね。俺はもうだいぶ作ってきたんで、もう慣れてますから、バーッと作っちゃうよ。どうこれ、いいんじゃないの？なかなか可愛くできたんじゃないでしょうか。これちょっとあの家に自分の家に敷いてあるあの雲の床、雲の上の床を使って、その上からウェディングなラグを敷いたら雰囲気が出たんで、これなかなかいいっすね。でこのウェルカムボードにも2人のリサと海蔵くんのやつが出てます。さあ、じゃあここでパーティーをしたいので、ちょっとみんなを呼びましょうかね。じゃあどんどん呼んでいくよ。おいおいおい、よいしょ。おい、これちょ、全員多分呼べねえな。おい、あー、ブロッコリーくんちょっと来られないね。しゃーない、しゃーない。まあ今日誕生日今日誕生日パーティーしたしな、ブロッコリーはな。オッケー。あ、なんかめっちゃあれ、こんななんかこんなおめかししたっけ、みんな。いいね、めっちゃおめかししてきてるじゃん。ちょっと待ってね、よいしょ。よし、じゃあちょっとみんな座って。すごいすごい、パーティー、パーティーじゃん。ちょっと待って、ペンタ、それ何着てんのよ、ペンタあ、イチゴもなんかあ、ミラクこれ、これ着てるってことはあれか、よいしょ。これ誕生日パーティーの時に着てる服をみんな着るのかな。あ、でもパールさんとかかわいい。これ本当に披露宴パーティーに来るような格好してる。大人だね、オパールさんの格好。あら、これフララはまた女の子っぽく。でもちゃんとネックレスみたいなのつけてないねえ。ちょっと待ってね。で、みやびもそれで。なんか、あ、ちょっとなんか、結構あれ、みんな派手だから。逆に俺浮いてんな。俺ちょっとカジュアルフォーマルみたいな感じで決めてきたんですけど、あ、でもまあでも誉れもそんな感じか。チャキーン、サングラスだけでもなちょっと待ってサングラスかけてるやつらが4人8人いる。あ、フララこっち見てる。ヒュッ、あ、間違えたちょっとおもろいな。あれ、ペーターもはやタキシード着てんじゃん
いいね、かわいい、めっちゃ似合ってるな。いいね。ちょっと何人か、あ、でもオパールさんもオパミもつけてんじゃん、グラさん。よいしょ、ちょっと配置変えたわ。多分この後俺は死ぬほど写真を撮るのでこっちの方がみんなの顔写りやすいし、まだなんか新郎新婦に背中向けるのもあれなんで、ちょっとアーチを奥にしました。よし、じゃあこれね、パーティーを始めるでいいのかな。このセットのパーティーを始めようかな。はい、始める。よし、行くぞ。おい、ちょっと今俺とみやびがハートの真ん中俺とみやびのパーティーみたいになってたけどはい、はい、いや、とんでもないです。よし、じゃあパーティーだ。わーい、パチ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 、楽しみだな。うん、今日は私とダーリンの結婚式といってもウェディング風のパーティーなんだこの子たちは6月の30日間ずっとここでこういうことやってるからラブラブすぎる。うん、いや、とんでもない、もう楽しみだよみんな。うん、そうだね、楽しもうぜ。でも格好が堅苦しくないもん、だって星のサングラスつけてるからね俺は。あ、これセレモニーみたいな感じか。はい、あ、いいねこれ。よっしゃー、バシャッパシャッ、みんな顔映ったね、いい感じだったね。よっしゃー、できた、いいパーティーになりそうだな。おっみんなルンルンじゃん音符出してニコニコだね。よいしょ、あ、みんなとは、あ、みんなとはおしゃべりできないのか。よいしょ、海賊くん、どうよこのパーティーものすごいめちゃめちゃにのろけやがったの、うらやましいね。顔が赤くなっちゃうよ、聞いてるこっちが。リリサちゃん、いやから、とっても楽しいパーティーだよね。うん、ね、あ、了解、オッケー、もうちょっとちょっと楽しんでいくわ。そしたらいいねいや、なんかクラッカークラッカー持参してる、みんな鳴らしてるわ。あらあら鳴らしてら、ちょっと待ってね。じゃあちょっと写真撮れんのこれ。あ、来た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 、よし撮るぞ。おいめっちゃクラッカー連発、すごいねみんな楽しんでるね。よいしょ、ちょっと1号クラッカー鳴らしてよ、パーンっつってやってくれ。お、来た、よしサンキュー、いいよ、いいの撮れたよ。いやー、楽しいパーティーでしたね。これはまたニコニコでいいね。いや、6月ずっとここ通ってて頑張ってま、去年だな、去年めっちゃ頑張ってやった覚えあるわ。よいしょ、で、いろいろ物もらったりもしたんですけどね、まあ、最後にいいパーティーができてよかったね。さあ、そしたら、じゃあそろそろお開きにする。リサちゃん寂しいけどね。うん、じゃあ終わりにしよう。うん、そうね結構いい時間よ、ずっと作ってたからな。よいしょ、いやー、よかった。でも6月最後の日、明日帰っちゃうだろうからね。ね、楽しかったね。うん、いいのに、そんなお礼なんて。お、サンキュー。こんな感じでいろいろ物もらえたりとかね、あとポイント制みたいな感じで、あ、この愛の結晶をもらって、この愛の結晶と交換できるんだよね、アイテムを。最後のとっておくのプレゼントを用意してるあ、これ去年ももらったわ、絵皿ありがとう。うん、楽しかった、ありがとうね。こっちまで幸せな気分になっちゃった、うん、なれるかな俺もなれるかこんなラブラブの夫婦になれるかな俺も。ファニエルさんにも私とダーリンの絵皿後でお渡しするだって困ってんじゃんよ、ちょっと出てる出てる、本音出てる、パーニー。うん、あー、やっぱそうなんだ、寂しいね、また来年も来てね。いいや、本当にいっぱいやったからな、帰っちゃいました、帰っちゃって明日帰るのか。よし、じゃあアイテムとかはね、もういっぱい交換してもらってるので、よいしょ、ちょっとそれをね、これからみんなに見せようかなと思うんで、じゃあちょっと一回帰りましょうかね。はーい。
さあさあ、そしたら、ジューンブライドでね、もらった家具をまあみんなに紹介したいんですけど、ちょっと多分去年から言ってたと思うんだけど、俺海岸にさチャペル作りたいなと思ってて、だからそのもらった家具でチャペルを作ろうかなって思ってるんだよね。でそれでやってみた結果がこちらです。そうそう、どうこれ、よくない？よくない？ここまで入り口な、こうウェルカムボードが置いてあって、で入っていくと、まあここは披露宴会場ですよね。まあ手前にはこのウェディングケーキと、あと俺のあのお母さんが作ったバースデーケーキが置いたらちょっとピンク合うから合う感じだったんで置いてますけど、まあここでね、披露宴やってもらって、でまあこれあれだね、普段その結婚式がない時もありますから、ない時にはまあここのねベンチでこう海を眺めながらね愛を語らってもらったりなんかもできるようになってるわけです。いいね。でそして、この奥のアーチを抜けてね砂浜を歩いていくと、ここがチャペルだな、結婚式を行う場所です。このベルがいいでしょ、これベル、これさ、これ鳴らせんのか、このベル。これはね、なんかあのたぬきショッピングで6月限定なのかなで売ってたやつ、あとここにリングピローあるね。でこれがさっき言ってたあのリサと改造の絵皿です。とりあえずここに置いてますけど。いいね、ちょっと鐘鳴らせんのかこれ。もちろんここに置いてあったタキシードはね着ることができますんで、でウェディングなステッキ、これブーケみたいなやつな、これでもう俺が新郎みたいになったけど、でこれ鐘を、あ来た来た、鳴らせるんだね、これめっちゃいいじゃん。俺目の前に絶景の海があって羽鳴らせんの、いいね、いいんじゃないのこれ。でちょっとなんかこの間見つけた、この間見つけたアイテムがあるんだよな、ちょっと待ってな、よいしょ、これに火つけて、そしたらいいじゃない、さあどうぞっつっていいね。なんかこの間なんか花火言ってんの見つけたら買ったんだけどいいね、なかなかいい感じのチャペルできたんじゃないの。ちょっと写真一枚写真撮っとくか、さあどうぞ、はっ俺誓いのキスをするわけ、パシャッ、いいね、よいしょ、まあ、こんな感じで、あ燃えかすになっちゃった、こんな感じでちょっと作って遊んでたんですけど、でこれ夜になるとまたねこのキャンドルがねなかなかいい味出すんだよね。ちょっとここは若干床あれなんだっけ、島クリエイターで塗ったりもしてますけどね、ここもともとなんか木を一本植えてあったところなんだけど、ちょっとここになんかここおしゃれな感じにしたいなってずっと思ってたんで、あちょうどいいやと思ってできたねここあとここに石碑とか置いてたけどなちょっと移動しました、石碑は別のところに、なかなかいいんじゃないですか、かわいい。あとこれね、あのリメイクで色変えられるんだよね、あのシックな感じと、あとガーデン風な感じに変えられるんだけど、で去年6日目披露宴パーティー今日みたいにやって、7日目以降はなんかね、今日はシックな感じでお願いとか、今日はあのガーデン風、今日はキュートな感じでとかお願いされるんだよね。でそれでその度になんかいろいろ作ってて写真撮ってたので、ちょっとそれをまあみんなにも今多分編集で画面に出てると思うんですけど、こんな感じでいろいろできて、だここもねガーデン風とかにしても面白いかなと思ったんですけど、じゃあ一旦とりあえずあのもらったままの色でやりました。あとここら辺にね花とかねいっぱい植えたらまたもっといい感じに、この辺もバーって花植えたらねいい感じになりそうだよね。ちょっと今度またやろうかな。あとは壁紙とかね、床板とか、まあ、あと壁にかける系か、部屋にしか置けないタイプのやつも結構あるんで、まあ、ちょっと後ほどそれも紹介できたらいいなとは思ってるんだけどね。まあとりあえずジューンブライド家具こんな感じにできました。ここがね前回撮った時にすでにほぼ完成してたんだよね、だからちょっと夢番地公開したらバレちゃうからまあ今日この後まあ
あれだ、寝る前てか終わる前にちょっとまた公開しようかなと思ってるけど、あー、ここ夜また来てみたいな。ろうそくでこれキャンドルがいい感じだと思うんだよね。つうかちょっと霧もいい、お腹すいたんでご飯食べたりして一回ちょっと休憩してもう一回夜やろうかな。そしたらそこに座ってんのいちごかわいい、門番してんだ。あ、そうだ、ちょっと0時だけ先にちょっと買っとこう、閉まっちゃうかもしんないからね。夜になっ前に買いに来たよ。やっぱアジサイ、あー、そっか、ピンクと青もあるんだね。かぼちゃ欲しいよな、かぼちゃで、コスモスも絶対欲しいし、パンジーもちょっととにかくいっぱい買おう。じゃちょっとまとめ買いしよう。うん可愛いんだけどレイジレイジめっちゃ可愛い。うち住みなよ俺の島に。5個。わーい、ありがとうこの笑顔最高の笑顔じゃん、かわいい。なんかどうやらでも季節によってその咲いたり咲か、そのつぼみだったりみたいな、咲かなかったりするみたいなんで、この時期だったらアジサイは咲くんだけど、多分ツバキはね咲かないっぽいんだよね。でもまあ一応買っといてもいいか、買っとこうかな。オパールさんかな。オパールさんはなんか家庭菜園をやってそう、大人だし、ここら辺で裏庭で家庭菜園しようかな。せっかくだったらこの色にしようかな。よいしょ、ちょっと小さいけど畑を作りましたんで、ここにかぼちゃちょっと植えてみるか。1個植える、はい、これでよいしょ、これ5個いけるかな。よいしょ、あ、いけるいけるいけるか、いけた、よしよしよし、これで15個植えていけばいいかな。なんかどの種類のかぼちゃができるかはわからないみたいなこと言ってたけど、あ、これ一気にいけんじゃん言ってたけど、よいしょ、こっちもいけるかな。1、2、3、こっち、ここ無理か、ほい、よいしょ、ほい、オッケー。あーなんかいいねマジで牧場物語やってる気持ちになる。でこれ水あげんのかな、よいしょ、これでバーっと水あげて、よいしょ、これで大丈夫かな、いいねこれ育つのめっちゃ楽しみなんだけど、いいな、これ明日とかもちゃんと水あげた方がいいのかね。いいねいいね、よしよしよし、じゃあこれちょっと勝手にオパールさんの家で家庭菜園するけど、あとパンジーも植えよっかな、オパールさんの家の周り。いや、ちょっと待って、何してんのなんか歌ってなんか歌ってる、しかもアカペラでそれを1号がなんか聞いてるんだけどおい、なんだこの幸せ空間、最高か、ちょっと待って、これはやばいだろう、これはどう考えてもやばい、座ると一回やめちゃうけど、だってお、おいなんだいこれはかわいすぎる、ホマルのアカペラ最高なにこれは最高すぎるだろう意外と歌い方がかわいいんだな、ホマル上手上手、よし、じゃあちょっとお腹減ったんでご飯食べて、ただのチャペルね、海岸のチャペル、夜もちょっとキャンドルでいい雰囲気だと思うんで、また見たいなと思うんで、夜もう一回またやろうかな。ということで、夜です。まあまあ眠いでもなんかこの眠い感じでやる夜の動物の森もいいね。
よし、じゃあとりあえずちょっとあそこ見に行こうぜ。夜の海岸のチャペルはどんなもんじゃ。あーもういいね、キャンドルが綺麗に、そっかテーブルにもキャンドル置いてあるんだね。あーいいじゃないいいじゃない、雰囲気あってね。これまた夜もまた、あこことか超いい、ここ超いいじゃん、ここここ超いいじゃん、いいね。キャンドルの道ができているようでいいですね。綺麗だな、めっちゃ綺麗じゃん、いいね。うわすごい、これ何ポップ、へえ、なんかオーロラが出てるかのような、おーおーいいね、綺麗、めっちゃ綺麗いいね、取っとくか、誰もいい寂しいなこれ、よく考えてよく考えると結構寂しいなこの状態パシャッいいね、でも綺麗めっちゃ。いやーこれまた夜は一段といいですね、ここのベンチが。誰かここ来ねえかなここに誰か座ってほしいな、いい雰囲気だね。よし、いやーそしたらまあ今日はとりあえずやろうと思ってたので全部やったんですけども、今日6月最終日なのでちょっと釣りしたりとか、これ潜れんの、つうかこれさすがに夜は無理なのか。あーマリンスーツ着てねえや、マリンスーツ着てよいしょ、入れるこれ、あ入れるおいおいおいダメだろこんな時間に泳いだら、危険すぎだろいくらなんでもいいね、ちょっとあるから、これ僕の夏休みでも成し得なかった夜に海を泳げるって。まあこれ月の光がこれ出てていいですね。いやでもなんかちょっと距離感わかんねえ、夜だから危ないぞこれ本当に。俺ここか、もう見えないね潜ってもあれ光ってる、ホタルイカだ、神秘的に光ってる、すげえ綺麗、取れた取れた。そうか、多分夜にしか取れないやつもいるだろうから、ホタルイカとか夜にしか取れないんじゃないの。結構泡出てんね、ほら、あ逆側だったか、見えねえ見えねえ、あれ逃げてる逃げてる、そんな速くないか、あー違う逆行っちゃった、あー溺れちゃう、よいしょ、ほらやばい、夜距離感わからん、ほらなんだ、あこれまた取ってない、車エビだ、高級なエビだ、よっしゃー、これはまたフータが美味しい食べ方を教えてくれるかもな。泡が出てるよ、あちょっと逃げてね、ほらでっかいとこれ、うわオウムガイか、オウムガイ来たー、タコやイカの仲間だ、またイカついの取れたね、やばい、なんか新しいのめっちゃ連続で取れる、夜だからかな、まだまだ いろいろ出るかもしれん。レシピプリーズ、レシピ、あ貝殻のレシピ集めたいんだよな、欲しい、来た、あ水面の床、これ水面の、みな、あれ水面の床か、この間はなんだっけ、なんか海底の床みたいな、もっと深いやつだったような気がする。あとね何個か拾ったんだよね、あ水面の床なんで水面の床しかないのはあ、なんなん、ありえないんですけど。で水面の床は、あーすごいすごいすごい、綺麗綺麗じゃん綺麗じゃん、あこれだ、海の底の床、これ前撮ったよね。へえ、水面の床もあるんだ。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと待って。ん？あの魚影。